ください。あの同期の南浦さんは課長で、あんたは平社員のお詫び係。だってしょうがないじゃない。しょうがないのは何よ。うるけえよ。由美子はね、私の後輩、橋野だってところだって私にはかなわなかったのよ。それは課長夫人だなんて本当にバカにして。分かったよ。分かってなんかいるもんですか。だったらどうしてもっと悔しがんないの。悔しいな。うちばっかりこの。やったー、首投げ。あなた隠れないで出てらっしゃい。ほら、奥さんよ。裏切り者、人が心配して探してんのに、こんなところでこんなドブ猫と。ジャーキー、キュウリコ、許してくれ。俺が悪かった。ダメな男だからお尻を引っ張いてくれ。そうすりゃ頑張る。課長だって部長だって重役だって社長だってなってやる。あれ全部嘘。嘘じゃないけど。けど平社員って幸せだなんて、私のことちっとも分かってくんないんだから。安月給で毎月毎月苦労して、野菜だってお母ちゃんに運んでもらって、そんな生活が幸せって言える。始まりました。またネギの？旦那さん働き悪いな。課長昇進試験第1問。わかりません。ダメ。第2問。わかりません。ダメ。第3問。わかりません。ダメ。ダメ親父。何してやれ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 。